若林区のこちらの店舗では来月1日に臨時休業を告げるお知らせが掲示されています。ブックオフ仙台六丁の目店でも来月1日棚卸しのため終日店を休むということです。ブックオフグループは子会社が運営する複数の店舗で従業員による架空買取や在庫の不適切な計上など不正が行われていた可能性があり、各店舗で棚卸しを始めると発表していました。 TBC が県内の各店舗に確認したところ、子会社が運営する仙台の6店舗が来月1日棚卸しのため臨時休業することが分かりました。この6店舗で不正があったかどうかは分かっていません。石巻市や利府町などの7店舗はフランチャイズのため通常通り営業するということです。聞くとちょっと不安ですけど、他に売るとこもあんま知らないんで、まあ、できれば自分が今来たところでないとは信じたいですけど、まあ、あったっていうのを聞くとちょっと怖い部分があります。ブックオフグループは弁護士などによる調査委員会を設置し、実態解明を進めることにしています。